皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。今回の総選挙は政治と金が争点となった。注目の東京24区は自民党非公認の萩生田光一元政調会長61に立憲民主党の有田芳生氏72が挑む構図に。前者が僅差で逃げ切ったが。 街頭では活動からの土星も乱れ飛ぶなど荒れた選挙戦が繰り広げられた写真10枚2人で1800万円以上の吹き乗って夫婦ともに開国処分を受けた丸川珠代、よ夫とのツーショット写真仲むつまじく手をつなぐ様子もアスタリスクアスタリスクアスタリスク萩生田氏の裏金額は 合計で2728万円と旧安倍派幹部の中でも突出しており真っ向からの逆風を受けた形だ選挙区では連日のように活動からが落選運動を展開選挙戦最終日の10月26日に行われた JR 八王子駅前の街頭演説でも聴衆に紛れて「裏金議員いらない」などと記載したプラカードを掲げる集団が登場 ヤジも飛び交い、現場は騒然とした雰囲気に包まれたのである。萩生田氏もマイクを握りしめて、立憲共産党の候補、有田氏は、この八王子を選挙区として選んだだけで住民票もないんですよ、と売り言葉に買い言葉とばかりに、真偽不明の情報まで用いて対立候補を攻撃。街頭には一触即発の空気が醸成されたのだ。 有田さんの事務所にあったものを借りた。私はここが地元ですが、今日は町田市や埼玉県から来た人もいます。萩生田の裏金問題がおかしいと思った人たちが集まってこの活動をしているんです。とは男性2人組の1人で、全員が集団で動いているわけではないですが、こうやって活動しているのは有田さんの支持者が多い。萩生田氏を批判する。 プラカードは自分で作ったわけではなくて、有田さんの事務所にあったものを借りました。どうそう打ち明けたのである。この点、有田事務所は、裏金議員いらない、公正な政治を実現しようと記載した A4 プリントは支援者が作成したものです。有田事務所で A4 印刷し、支援者に貸し出したことがありますが、 当然、有田芳生の選挙運動とはならないよう注意してもらっていましたと回答。一方でこの日、萩生田氏はマイク納めの20時を超えても八王子駅前でマイクなしの辻立ちを行った。千鳥屋氏の酔っ払いから、落ちろ、落ちろ、と罵声を浴びながらもお辞儀を繰り返す。萩生田光一です、明日の選挙、ぜひよろしくお願いしますと叫ぶ姿には、 絶対に議席を手放すまいとする危機迫る執念がにじみ出ていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。